この時間はゲストの方に新興市場の話題についてお伺いします。今日は株スタ7110から内藤証券の浅井陽三さんに伝えていただきます。浅井さん、よろしくお願いします。こんにちは、今日もよろしくお願いいたします。東京市場5番軟調なんですけれども、マーケットをどのようにご覧になってますでしょうか。はい、はい、そうですね、米国市場の方がですね、ニューヨークダウなどがトランプ大統領の議会演説を受けてですね、急伸しました。その反動で、昨晩は反落という形になったんですけども、利益確定売りが多少出ているというふうな感じを受けます。で、東京市場につきましては、日経平均株価トピックス、日経平均株価はまだ終値ベースで年初の高値を更新していませんけれども、トピックスなどは更新してですね、次第にちょっとやっぱり需給面では買い方優勢の展開にはなってきていると思います。ただ、昨日おとついの上昇の若干ちょっと利益確定売りで今日は押しているという形で、自然な流れといいますか、自然な利益確定の動きが出ているに過ぎないというふうな形で見ております。はい、わかりました。では今日のお話、予定からでしょうか。はい、そうですね、はい、予定からちょっと見てみます。来週の予定になりますが、アメリカの貿易収支、これ若干赤字がですね、443億ドルから予想では457億ドルに増加する予測になっております。それが GDP の成長率の第2次速報の方は、日本の方ですね、設備投資の上振れで 1.0% から 1.7% に上振れの見込みでございます。それから中国の貿易収支の2月分がありまして、これはドル建てがですね、輸出が前回 7.9% 増から今回予想が 13% 増、輸入が 16.7% 増、前回から今回は 19% 増と上向き、改善する、一段と改善する予想でございます。あと、雇用統計に先立ちます ADP の全米雇用リポートの方は、前月比 24.6 万人増が前回大幅増だったんですけれども、今回はそこそこの数字であります 17.8 万人増、この数字であればほぼ悪材料にはならないという形ですね。週末の雇用統計ございます。これが前回 22.7 万人増だったんですけども、市場予想は 17.4 万人増というところの妥当な水準の予測が出ております。あと、ECB 理事会などがございますし、工作機械受注は12月に17ヶ月ぶりにプラスに転じました。前年同月比でですね、今回2月は3ヶ月連続でプラスが続くかどうかというところが注目されるというところです。さて、アナリストが予想します経常利益の予想なんですけれども、こちらの方ですね、情報修正銘柄数の方が多い状況が続いております。若干ちょっと修正させていただきましたけれども、それでも高水準ですね、情報修正銘柄数の方が多いという状況が続いています。海外市場を見ますと、ニューヨークダウ3月1日に大きく離れました。ずっと小幅でじり高が続いたんですけれども、ちょっとこの急伸したことで若干ちょっと警戒感が強まってます。高値警戒感ですね。昨日反落しましたけれども、1日の初めを下回ってないということで、基本的にはまだ上向きというふうに見とくのがよろしいかと思います。2007年の10月の 14,164 ドルからですね、2009年3月まで押したんですけども、それの倍返しの水準が 21,782 ドルと、この辺りになってくるんですけども、ちょうどですね、ここの値幅がだいたい2000ドルちょっとですけども、これをここに当てはめてもだいたい21,800 ドルあたりになりますので、だいたいこの辺りがちょっといいそこそこのいい水準かなとも思います。ナスダック総合指数はご覧の通りでございまして、順調に最高値圏更新上昇を続けているという形ですね。米ドル相場、こちらの方は円相場の方は114円台、今日は140円台大まであったんですけれども、ちょっと押し戻されて114円台近辺まで押し戻されてますので、それもあって5場から株価の方がちょっと軟調になっているという状況です。といってもさほど押してません。日経平均株価の方ですね、こういった形でちょっとこの辺りちょっと上離れ動きになってます。窓を開けましたので、これを若干埋める動きになってくるかもしれませんが、さほどの押しはないかと思います。
25日線が下からちょっと下支えするような形で75日線ともに上がってくるというふうな見込みです。トピックスの方はすでに終値ベースで1月4日ですか、高値を更新しておりますので、基本的には上向き、買い方優位の動きが続いていると、いろいろ懸念要因ありますけども、チャートを見るとそういうふうな形になっているということですね。週足もご覧の通り、13週線に若干割り込んだ後上向きになっています。新高値銘柄数、これ全場114銘柄ございました。失礼しました。114銘柄ございまして、昨日が230銘柄というところで、そこそこの水準キープしています。上値を節を抜けまして、時給好転している銘柄増えているということで、先奪還強いという状況、時給面でも好転しているということがここからも伺えるということですね。いつも見ていただいている、業種別の株価指数の動き、引き続き内需系ちょっと下げ止まったんですけれども、相対的パフォーマンスはまだちょっと弱めでございます。医薬品の中が若干ちょっと底打ちという感じですね。それから外需系は機械、引き続きまだ議会演説を受けてですね、上向きになりました。機械、電気、そして海運なんか非常に強いです。コンテナ船の市況がのスポット運賃がですね、大幅上昇しているということがあって、非常に強い動きになっているということですね。貿易摩擦といいますか、懸念をしまして、輸送用機器、自動車の方は若干軟調というところでしょうか。素材、そして輸出関連、製造業ですね、そういったところが基調は強いのが続いているということで、この辺が物色の中心というのが引き続き、そういう形になってくると思います。さて、新興市場ですけれども、これ6月24日ですね、去年6月24日ボトムからの動きを100として、ずっと見ていて言っているんですけども、日経平均株価は年初から横ばいになってまして、これに追いついて、ジャスダックが追いついてまいりました。マスダーズ指数も急速に追い上げているという形で、レシオ形態、これを日経平均100としますとですね、この12月後半から小型株が非常に動きが強くなっているということが伺えるかと思います。需給面、海外投資家の売買動向を見ますと、若干ちょっと先週現在は616億ということで、縮小しましたけれども、どちらかというとこの 1,2 週は買い越しということです。個人投資家、現物の方は新規公開株の跳ね返りの売りが出てきますので、公募で取得した分とかですね、信用取引だけで見ますと、引き続き高水準の資金流入が続いているということが言えるかと思います。さて、今日新興市場の銘柄なんですけれども、今日も20銘柄ちょっと多くて申し訳ないですけども見ていきましょう。昨年来高値を今週更新して、かもしくは昨日までですね、出来高が急増した銘柄からちょっとピックアップしてみました。まず、配当利回りも結構高い銘柄、無配も多いですけども、配当利回りがですね、高い小型株がじりじり上がっているというのが結構この3月期末とかに向けて多くなってます。そういったところもちょっと注意して見ていただきたいと思いますが、テノックスは建設の基礎工事とか地盤改良工事の大手でございます。民間を積極開拓しているということです。それからフルスピード、こちらはネット広告代理店でございまして、利用者の属性とか位置情報を分析して、それ利用者に合った広告を配信するというアドテクノロジーを事業を展開しています。セリアはご存知かもしれませんけれども、100円ショップの大手です。中部地方が中心で西日本の方面へ出店を加速しているということですね。これは1月31日に2度目の 今期2度目の下方、失礼しました、情報修正をしております。赤は最高益更新、今期最高益更新予想銘柄ですね。それからイデアインターナショナル、こちらの方はインテリア雑貨とか化粧品、旅行用品の企画開発、そして販売を行っている会社で、製造卸売部門ではホットプレートがかなりヒットしているということ
ートらしいです。まあ、小型ですけれども業績伸びていると。アーバンネットコーポレーションは投資用のワンルームマンションの開発一刀流を行っている会社、 IT ブックというのは観光庁向け中心の IT コンサルティング会社です。技術者の人材派遣、 IT 技術者の人材派遣もやっているということですね。ユニリタも独立系ソフト開発会社、スーパーツールは土木作業とかに使うですね、などに使う工具の製造の大手でございまして、他にですね、売上高の半分をですね、太陽光発電3カ所で稼働しているんですけれども、それの売上が占めているということで面白い珍しい会社ですね。それからイトクロですね、イトクロ、こちらの学習塾の検索とか口コミサイト運営で問い合わせ数に応じて塾等から課金するということで、前期は上振れ着地しました。メドピアというのは医師向けのですね、お医者さん向けの情報サイトを運営してまして、製薬会社の広告料が収益源になっています。昨年10月に特定保険指導事業を買収しました、他社のですね、ということで、ちょっと伸び率大きくなっています。それから2番目、セミテック、こちら事務機器とか家電電子体温計産業機器向けの温度センサーの会社です。まあ、他にもセンサーやってる会社多いですね。センサーが関係の会社最近上がってると思うんですけども、芝浦電子も温度湿度センサー部品の最大手でございます。海外で8割生産しています。エアコン向けが好調ということで2月6日情報修正しています。ジャパンインベスメントアドバイザーは航空機リースとかコンテナリースとか M&A の仲介とかを行っている会社、八千代工業はホンダ系の自動車部品メーカーで燃料タンクなんかを作っています。フリア金属はプラチナグループと呼ばれるプラチナとかイリジウム、ルテニウムを用いまして、溶かしたりですね、結晶を作るルツボとかですね、から精膜膜を作る材料のスパッタリングターゲットなどを製造しています。あと有機 EL 材料のイリジウム化合物で約9割の世界シェアを持っています。スマホ向けの材料の回復で、業績回復、6月決算ですけど、下期、来期とですね、回復の見込みでございます。無糖製鋼は、ジゼル家電量とかのプラスチック成形品製造、レイサムは投資用不動さんの販売、エリアリンクはトランクルームのレンタル事業をやってまして、新規出店で好調です。不動産再生流動化サービスもやってます。KSK はシステム LSI の設計とかですね。ウィザーズは医学部受験の学習塾とか通信制高校とかもやってます。ということで、20銘柄紹介させていただきました。本日は以上です。はい、この時間は内藤証券の浅井陽三さんに伝えていただきました。